大瀬ランナーに出勤します。運転お疲れ様でした。から鹿児島県まで一度も給油せずに EV 急速充電を繰り返して、まあ、ピーヘブの故障ですね。電気でもガソリンでも走るというところを利用して給油で鹿児島県まで走り切りたいと思います。1000キロ以上あります。前回東名新東名を走ったところのデータですいくと平均電費は 6.8kWh/kWh で、平均燃費は 19.8kWh/L というところになってます。ではここで本線料金所ですね。ETC カードは入ってます。では ETC 専用レーンに入っていきます。ここで BN を使って現金ですね。数少ない会計改正の機会を伺うとところですね。いや、青森中央には出ません。青森インターチェンジとインターチェンジとか出られる。青森市街の青森中央道ってますということみたいですね。除雪開放文字が出てきましたね。看板ですね。除雪開放ここですかね。除雪車の待避スペースですね。デミーク明けですので工事が多いですね。まあこれはいきなりエンジンかかっちゃいますね。この上りしかもで東北自動車道に入りましたね。13時36分で、バッテリーとガソリントータルでの走行可能距離が23キロになりましたね。まあ、723キロでは全然2100キロ足らないですね。これを途中サービスエリアパーキングエリアで急速充電するということによって足し込んでいくわけですね。日本州最北の地といえど今日の気温は、まあ、車の気温計でいくと車外の気温計でいくと22度。まあ暖かいですね。さすがリンゴ園ですかね。白い花が咲いてますね。ここで青森本から行くと初のパーキングエリアですね。あと 1km というところで高館パーキングエリアですが、ここは充電設備がないというところなので降りません。青森市を出て黒石市
リヘブチャレンジという名を取ります。それとプラスしてハイウェイスタンプというのが高速道路にあるんですね。ハイウェイスタンプを押していこうじゃないかと。75キロメートル時速出していると、まあ、大体エンジン直結モードになりますね。ですので直結をして前輪をエンジンで駆動させながら余った部分は発電するという形で、昼ご飯食べてね。ではここでスガルサービスエリアで休憩をします。まあ、そんなには車いないので入ってますね。ではスガルサービスエリア到着。ここで充電をしてと思います
のサービスエリアで充電完了 87% までバッテリー回復しました。ここからまた東北自動車道を上り方面下走ります。気になるリンゴ気になってたんですよね。水曜どうでしょうと見ていたので対決レッドですよね。気になるリンゴ気になってみて食べてみたんですけど、美味しかったですね。やっぱりもう本当に単純にリンゴとパイ生地だけなの。見続けだと思いますけど、甘くて美味しいですね。一人で一個ペロリと食べてしまいました。これがお昼ご飯ですね。はい、弘前市です。大鰐弘前、弘前は読めますけど大鰐とは私は読めませんでした。大鰐町です。大鰐弘前インター快晴ですね。青森県本当に大間からずっと快晴です。で次のこのアジアラ、これもなかなか難しいですね。アジアラと思うとサッカー好きだと思う。ウェルトアジアでしたっけ、ウェルトでしたっけ、思い出しますね。センターバックですね。アルゼンチンですね。思い出します。ウェルトアジア、アジア通過します。秋田県ですね。青森県は主要、これより秋田県です。改めて秋田県の看板が出てきましたね。小坂町ですね。ありがたいですね。下り坂 3km。
時かかりましたね。カズノ市ですね。カントリーサイン表示しなくなったんですね。これは青森県だけですね。あ、ここで自転川口まで 600km。サービスエリア停車します。ここはガソリンスタンドですね。はい、 EV クイックチャージポイント左と書いてありますね。いらっしゃるでしょうか。あ、知らないですね。はい、では花輪サービスエリア到着です。今がバッテリー残量 30% ですね。ここから急速充電をしていきます。はい、では花輪サービスエリア充電完了しました。 80% から 86.5% ですねまで充電できました。ではここからまた東京をひた走ります。数は8万点。まずの聞いたのが8勝とかですね。まあ11月11日ポッキーな人と言われる方々がいるんだと思いますが、キリタンパの人忘れなく。ゼパーキングエリアですが、ここには充電設備ハイウェイスターも設置していませんので通過します。岩手県ですね。あ、北県は抜けて岩手県。八幡平市。八幡平じゃない。思ってしまいました。八幡平市ですね。ですね。秋田県と日本海側という、まあ、イメージがありますけど、東北自動車道は北県と、岩手県
にはですね、なので青森、秋田、岩手、東北、北の東北3人ここも通ってますね。いや本当に快晴だ。太平洋側にここから分かれてそれぞれに水が流れというとこですよね。ちょうど川の支点同士というところですかね。私は、南下しますというところですね。自動車の最高地点ですね。ここ475m とかありましたね。おっと、北緯40度の線ですね。ここは松尾市増長ですかね。と北京同じく北緯40度だった。一体何度まで下がるんでしょうね。鹿児島山パーキングエリアは通過です。サービスエリアなので岩手山、岩手山なんでしょうね。あれがかなり標高高いですけど、かなり近くなんで、かなり大きく見えますね。いやー綺麗ですね。いやすごいですね。裾野からもう上まで、頂上までバッチリ見えますね。次のサービスエリア楽しみですね。岩手山ですね。岩手山 2031m。 ああやってもう少し新緑なんですけど、緑と分かれるんですね。では岩手山サービスエリアで充電と
をしてます。では岩手山サービスエリア到着、また今回も 30% ですね。ここからまた30分充電していきたいと思います。はい、では岩手山サービスエリアで充電完了ですね。86% まで充電になって 30% か。では出発していきたいと思います。私は電気走行機を滝沢市に入りました。滝沢インターチェンジを過ぎたら滝沢パーキングエリアありますね。2キロで、ここでは充電設備はありませんが、ハイウェイスタンプは設置されているので、ハイウェイスタンプを押しに行きたいと思います。はい、で滝沢パーキングエリアでハイウェイスタンプを押していきたいと思います。はい、では滝沢パーキングエリアでスタンプをしてきましたので出発したいと思います。
完全にスイカの柄をしてますね。手前の見るやつは LNG なの。液化天然ガスですね。フィットナチュラルガスですね。スイカには何が入っているのか。売れようか。秋田は並ぶというと思うんじゃないですね。東北新幹線、秋田新幹線っていう感じがしますね。到着です。ハイウェイスタンプを押していきます。ヤハワパーキングエリアです。側にありましたね。
はい、では品サービスエリア到着、充電とスタンプを押してみたいと思います。87.5%から86.5%まで充電完了です。では引き続き東北自動車道を上り線ですね。東北自動車道南下していきます。もう暗くなって日没ですね。6時38分、これは日没ですね。花巻市ですね。
ここにもハンダ屋さんありますね。はい、では北上金ヶ崎パーキングエリア到着です。スタンプ押してきます。北上金ヶ崎パーキングエリアですね。スタンプをしてきました。で出発しまーす。引き続き東北自動車道を上り線ですね。仙台方面南下します。ヤコス刈羽の蔵です。ちなみにまだガソリンのメーターを入れていませんね。まあ、満タンにしてるんで、一目盛り目っていうのはなかなか減らないですね。他の目盛りが減っていくのに対して、前送迎の可能がありますね。ではでは前沢サービスエリアに到着です。ここで充電とスタンプを押していきたいと思います。前沢サービスエリア充電完了したので出発していきます。
20時ですね。午後8時。真っ暗ですね。自動補修車離れてたんですね。また押収車に入りました。平泉町、平泉ですね。久しぶりのトンネルですね。航空自動車道の印象としては、まあ、山の中を走っているような景色なんですけど、まあ、印象としてはですね、走っている、その割にはトンネルですとか走っているのがあまりないような印象を受けるんですね。滝の高速道路ではないですから、まあ、あまりトンネルですとか橋の技術が当時そこまで高くなかったというのと、まあ、早く開通しなければならないというところで、あまり橋とかトンネルが必要になるようなルートを選ばなかったところがあるんですよね。例えば新東名、その新名神というのをトンネルと橋ばかりですよね。まあ、もう今は真っ暗で見えないんですけど、明るい時の景色が見えていいですね。では中尊寺パーキングエリア、あと 1km ですかね。一ノ関市ですね。久しぶりに登山車線で入りますか。宮城県ですね。栗原市。今まで岩手県長かったですね。宮城県入りました。栗原市です。青森県、秋田県、岩手県、宮城県、東北4県来ましたね。山形県だけは通らないんですよね。東北自動車道っていうのは。それでは関内パーキングエリアに到着です。ではここでスタンプを押していきたいと思います。
スタンプをしてきたのでまた再出発したいと思います。次はですね、福井道車道をまた引きつつ木の森線を走行して城社原サービスエリアですね、本日はそこで終了となります。城社原サービスエリアの森線はですね、サービスエリアに隣接したホテルがあるんですね。あのネクスコ運営というのではない旅籠屋さんですね。あの見かけますよね、国道沿いですと旅籠屋さんが運営されているサービスエリアに隣接したホテルというものが城社原サービスエリアの森線側にあるんですね。ですので今日はそこを予約してます。なんて呼びますか、あれは位置に止まるだったような気がしましたが、なんて呼ぶんでしょうかね。なんか長かったですね、あのネット的には。大崎市です、ね、大崎市に入りました。これが長者のサービスエリアですね。充電と、スタンプをしていきたいと思います。まずは充電ですね。横付けするパターンですね。ではこれで本日は終了ですね。城社原サービスエリア、まだ東北自動車道しか走ってないですね。まあ青森自動車道初め走りましたけど、ほぼ9時ですね。夜の24時55分城社原サービスエリア到着になります。ここまでご視聴いただきありがとうございます。また明日からの動画も
ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、皆様ありがとうございました。